コッククイッキータンデム翼機とは固定翼機のうち主翼を2枚機体の前後両方に備えた形態のものである。く型機とも言う。前の翼も後の翼も共に揚力を担う。重航空機の揚濫機にはしばしば設計され、あるいは実際に製作もされたが、ライト兄弟の時代以降ではほとんど見られない。ことに実用機においては稀である。 タンデム翼を備えた機体としては、ライト兄弟に飛行機開発競争で敗れた、サミュエル・ラングレーのエアロドロームのように、前後の主翼に加えて、さらに微力を持つ機体も分類される。一方で常時揚力を発生するカナードを備えた、機体は分類されない。プードシェルかつては、以下のようなメリットがあると考えられた。しかし実際には、未だ満足な動力飛行が達成されず、 固定翼機の形態に定型が確立されていなかった20世紀初頭までは、タンデム翼機は特に珍しいものではなかった。例えば1830年代には、トーマス・ウォーカーが、タンデム機を設計し、1870年代の DS ・ブラウンは模型をテストしている。動力模型機エアロドローム1907年のブレリオ、6、通称リベイル・サミュエル・ラングレーはブラウンに影響を受け、 1890年代にタンデムというより複数翌列の動力付き大型模型機エアロドローム系列を製作。1896年には4号が数百メートルの飛行に成功。これは動力模型機としては世界初の長距離飛行であった。ラングレーは同年中に5号、6号でもキロメートル級の飛行に成功する。 しかし、友人フルサイズ機の開発は難航し、エアロドローム A が完成したのは1903年である。しかも同期は10月7.8日に歴史的な二度の離陸失敗を演じる。その直後、12月にライト兄弟が友人飛行に成功する。ライトフライヤー号は実際にジャンプではない動力飛行をしたという点で重要だが、その前翌方は、 挙動操作が非常に敏感で、コンピューターのない時代では安定性に問題があったと考えられている。実際にライト兄弟の後も他者により蓄次的な改良が続き、第一次世界大戦頃には胴体中央に一様から三様の主翼を持ち小型の水平と垂直の尾翼を持つという構成が一般的となった。以後はジェット化による高速機に、 交代翼が導入された程度である。このような飛行機の発展の過程で、前翼式やプッシャー式などはいくつかの試みが見られるが、タンデム翼はそれらよりもマイナーな存在となった。1990年代以降に設計された機体としては、バートルータン設計のクイッキーシリーズやスケールド、コンポジッツプロテウス、ホームビルト機のプードシェルなどがある。グライダーでは、 ジョン・ジョセフ・モンゴメリーの期待が代表的である。ありがとうございます。